あと何か載せましたって言ったら、いや次回の着物も載せとこう、誰にも相談してないけど載せとこうって言って、うん、着物でコンピラって言い残してたんですよ、うん、なんでぜひともこれはあの実現していただきたい。なるほど、うん、次回って4月ってこと？あ、じゃあ、まあ、4月の10日のコンピラでできればな、てんてんてんみたいな。なるほどね、まあ、だからあの T シャツはね、リッケンくん、リッケンくん、リッケンファクト。え、これは何、さくらの子なんですか？この子はさくらの子じゃないですよ、父さんですよね。どのぐらい OK です、OK、これの、あれですか、使ってるっていうか、さくらくんも参加してくれた、あ、創価の方ですね、はい、ここまで出るんですね。なるほど、はい、もういいつけるんですか？あの特注でプリントするというサービスですので、これもぜひよかったら。一軒くん、あとあのワークショップいろいろあるんですけど、ワークショップの中にお子さんの絵を T シャツにしてアイロンプリントしてしまうよっていうのもあります。それがあります。あとはですね、なんかいろんなところでいろいろあのやらせていただいてますけど、お子さんのオリジナルデコハンガーいろんなものを入れて、自分だけのハンガーを作ります。自分のハンガーですね、で今までいろんなところで作っていただいたんですよ。産業祭りとか、はいはい、そうですね、うん、上司公園で行われたアート&アグリアンドアート、ああいうところでも作っていただいたものをちょっと今お借りしてて、うん、そしてあのイベントに合わせて一気に飾っている。なるほど、いい状態ですね。なるほど、はい、カバーはですね、 Thank you.